モーガンモーターカンパニー以下モーガンは、11月9日、オープン2シータースポーツカー、モーガンプラス4。モーガンプラス4の2023年モデルを欧州で発表した。欧州向けの2023年モデルには、BMW 製の 2.0 リットル直列4気筒ガソリンターボエンジンを搭載する。最大出力 258PS、最大トルク 40.8kgm を引き出す。動力性能は8速 AT が0、100km、H 加速 4.8 秒、最高速は時速 240km。6速 MT は最大トルクが 35.7kgm となり、0、100km、H 加速は 5.2 秒だ。2023年モデルでは、インテリアを大幅に変更した。新設計のアルミ製ダッシュボードとインストルメントパネルを装備した。新しい LCD インフォメーションディスプレイがダッシュボードに組み込まれている。センターコンソールを中心に、内装全体に広がるより気細工のベニヤも導入されている。